今日は平成ジャンプの有岡と松岡真由についてジャーニーさんが話すみたい。私は箱根温泉に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ、ちょっとゆたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。二人が結婚間近っていうどうでもいいニュースが流れていたわね。もう長くお付き合いをしているんだよね。そうみたいね。本当に興味がないんだね。仮にも自分のところのタレントだよ。そうっすね。ふてくされているね。今ジャニーズは崩壊の危機なのよ。タレントの結婚になんか一ミリも興味を持てないわ。それはジャーニーさんの招いた災いだから仕方ないよ。あんな歪んだカップルの何がニュースになるのよ。トバと広末と一緒よ。どういうこと？あの二人はただのセックスフレンドなのよ。それを純愛みたいに描いてヘドが出るわ。そうだったんだ。二人とも純粋そうなのにね。ただ会ってやるだけの男と女なんか猿以下よ。それを言うならジャーニーさんも猿以下。いや、鳩以下だよね。鳩？あんな散歩歩いて忘れるようなやつと一緒にしないで。怒るだけ鳩より立ちが悪いね。有岡と松岡の体の相性が抜群すぎて時間さえあればセックスしてるんだよ。まあ若い二人だし気が済むまで楽しめばいいんじゃない？きー、羨ましい。っていうことが本音だね。